のテーマは心に栄養。フルマラソンの対策練習ってこんぐらいのペースでこのコースをちゃんと走り切れるかとか、時間とかペースとか距離とかそんなことばっかり考えて走っちゃうんだけど、たまにはこうやってそもそも走ることって楽しかったんやとか、ちょっと鳥が飛ぶ姿見てああ綺麗やなとか、水の流れでこう癒されたりとか、こういうそもそも走ることって好きや、走ることが好きやったんやっていう感覚をたまにはこう呼び起こしたいなと思って、ちょっと走ってます。大成功、気持ちいいです。うまい、やばい、うん、どうですか、リュウジさん、むっちゃおいしい、むっちゃおいしいな。きたー、楽しい、うんうん、なんと2巡目2巡目やばいうまし、3種盛りです。早くうなぎ3ラウンド目を頼むとこでした。危ないとこでしたおかしい、いや、美味しいです、どれも。はい、どうぞ。で、カトイクラ、トイクラどうにでも、カトイクラ食べる、グー出ました、グー出ましたってください、今日のうなぎについて。美味しかったね。うなぎ専門店のうどんよりかは美味しい。うな重よりか断然美味しかった。断然？どういう？食べれないのが分かる。あ、確かにな、ちょっとボリュームがありゃええってもんじゃないね、あれ。いや、あ、そのテラダッチョはテラダッチョでもちろん美味しいんやけど、私的には酢飯でさっぱりうなぎが食べれるバランスがまだちょうど良かったね。もうちょっと食べたいと思わせる量と一口手軽さ、あれがまたね、なんや、4貫食べた。あのね、私のね、居酒屋で2回おかわりするやつおらんで、もっと自制しろとかね、昨日言うとったとこなのにね、びっくりですよ。なんなら3回目頼みそうな勢いやったよね。もう1個食べる、もう1個2人で、もう散々言われてね、やっと押しと飲みましたよね。もうちょっと食べたいというぐらいでやめるのが味噌よ、なんでもまあなんせ美味しいうなぎだったね。はあ、美味しかった。ごちそうさま。30年代の大阪の街を再現したんですね。あそこから台所の煙が逃げると、で、あれ光といった屋根の超過がかなりあったんですけどね、まあ、楽しい、お洗濯干してる。おじゃみや知ってんの。あー、お手玉ね、できるん全然ダメや。ピオーネとシャインマスカット、それからフルーツ山盛りヨーグルト、ヨーグルト 200g です、うん、さっぱりだ。
もりもり朝ごはんです。佐賀県の鳥だって、八角などの香辛料と紹興酒だって。へえ、うん、佐賀の鳥と紹興酒だっけ。あ、このカレーも美味しかったね。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。お会計ご一緒です。お願いします。はい、かしこまりました。こんな感じです。レシートでも、レシートでも、レシこんな感じです。あ、この玄米コーヒーも美味しかった。ここやった、唐揚げきた、唐揚げきた。こちらは唐揚げ定食です。美味しそう。どうかな、お味は。美味しい。ランチです。いただきます。不思議な味、さすがに。
分22、5分11、朝にしちゃまあまあだな。今日はここに乗せる、体重をここに乗せる意識。今まではここが支点で、ここがだったんですけど、ここで、こんなイメージ。頭の重さを全部ここに入れる。上半身はここです。骨盤です。はい。はい、9月24日火曜日、朝ラン10キロ完了しました。今日はフォームを意識して走りました。この骨盤に上半身乗せる感じ、まっすぐなイメージで。って言っても、まだガニ股フォームが治ってないよと言われたので、意識してるつもりでもなかなかバシッといかないのが実情ですが、これからもちゃんと、フォームを意識してしっかり走りたいと思います。ライム7本、すだち2本、これプラス、これ塩漬けすだちと、あと蜂蜜も1本いったよ。蜂蜜漬け1本、大量です。じゃーん。